大きな拍手をボッカです。こんにちは皆さん、暑い中、暑い、本当に暑いけど、でも三宅洋平のハートはもっと熱かったっていう感じで、ちょっと今日は応援しに来ました。ここに今いるてくれてる人たちもそうだし、歩きながら聴いてる人たちもそうだけど、いろいろありますけど、原発反対とか日本の未来のこととかを真剣に考えてますっていうことだけなので、固定した観念とかとりあえずこう日曜、土曜日だしなんかリラックスした感じで洋平くんの話を聞いてもらったらいいなと思って応援しに来ましたので、皆さんなんか勉強したり楽しんだりしてなんか持ち帰ってください。Bye.
少しも疑いはないかい。してるとか、なんか仕事して生活してる同じレベルのなんかそういう友達とちょっとここで話を聞いてもらいたいと思います。なんでかっていうと、陽平が街頭演説って言ってやってることが全くこう友達といる時とか、なんかそういう普通のみんなの家庭とかである時間と同じような会話をすごくしてて、みんな同じこと思ってると思うけど、嘘がないなってすごい思ってて、もう それを信じないと、もう本当に今の政治みんな知ってると思うけど、まあ陽平も毎日喋ってるから、まあいろいろ言っても私が言ってもしょうがないけど、現役教師の20代の女の子の話を聞いてください。おさとちゃんどうぞ。今日は伊豆下田から来ました。はい、伊豆から南伊豆から来ました。現役教師っていうか、週に4日先生して理科とか家庭科を教えながら、空いてる日にライブしたりしてます。はい、すいません、締まりのない喋りでこのボッカにも何度かコーラスで入れてもらったりして、今日はみんながやるから遊びに来ました。さっき言われたばっかりで何喋ったらいいんだろう。真っ白になってます、真っ白になってます。ちょっと歌うより緊張する。ね、なんか今回こうして三宅さんが選挙出るって思うこと知って、最初に思ったのが、なんかすごくワクワクするなと思って、なんかこんなにワクワクする選挙ってあんまり今までなくて、なんか三宅さんがおっしゃってることとかすごく一つ一つがいいなと思って、でそれ以上に私伊豆で YouTube のみんなが上げてる動画とか見たときに、話し合いの力っていうこととかをすごくおっしゃっていて、今子供と接してたり大人もいっぱいいるんですけど、本当に思ってることを話し合って伝えて受け止めて理解して共有していくっていうことがすごく難しくなってるなって、でそういうことをもう一回大事にしたいって言ってることとか、それを国の中でやっていこうとしてることとかがすごく素敵だなと思って、でなんかそういうことを喋ってる映像を見た時にすごく優しい気持ちになって、なんか選挙ってピリピリしてて一生懸命で、なんかちょっと悲痛な訴えとかいうイメージが私の中であって、あんまり関わろうってちゃんと思ったことがなかったんですけど、今回とにかくすごくワクワクしていて、昨日うちに投票用紙が届いた時に、今27歳なんですけど、7年間で初めて選挙権あってよかったと思ってちょっともうスキップしながら選挙会場行きたい感じです。
そういう感じですよね。ちゃんと喋れてる、喋れてる、あのそんな感じで大人がワクワクしながら選挙とか政治とかのことを考えれるようになったら、どんどんその下の子供の世代もやっぱりいろんなことを考えたり、自分のたちのことを考えたりっていうのが楽しくなっていくんじゃないかなって、楽しくね、祭りごと作っていけたらいいなと思って、私はすごく楽しみですこの一歩が。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。お砂糖イエーイ。エイヨドンミスエイヨドンミス、今のあの素直な気持ちもなんかちょっとやっぱ緊張しちゃってね、言い切れないこといっぱいあると思うんですけど、私もそうです。でも陽平が全部喋ってくれてるから、もう私は全然お任せしたい、その辺はっていう感じで、はい、皆さんも原発のことは本当にこれだけはちょっと何があってももう今すぐに始めなきゃもう無理だっていうことなので、まあ諦めて暗くなってもしょうがないし、もうそんな時もあったけど、実際もうダメじゃんって思ってた時もあったけど、負けずにみんなのために頑張ろうっていう魂がなんか生きて、あの火がついて、それをみんながこう火を煽っていく感じがすごく、もうなんか変わるのか変わらないか、まあ分かんない、実際分かんないけど、もう変えようっていうことでしか動いてないから、まあもう変えていこうっていうことで動いてる人たちいっぱいいるから、選挙に行くだけでいいんだったらお父さんに言ってもいいと思うし、じゃあここに今、まあ、100人もここにいないかもしれないけど、それお父さんとか何お兄ちゃんとかお姉ちゃんとかに話してみて賛同してもらったら、それが ×3 とか ×4 とかなって、もうそれは何作用が起きたらどこまで行くのか私たちも想像つかないことで、そういう実験をみんなで楽しめたらいいんじゃないかな、日本のためにっていう目標があって、る初めてデモに行った時、私もうフェスだなここって思いました。みんな原発反対って同じこと言ってて、10万人ぐらいその時来てたらしいんだけど、もうフェスだなって、人がいっぱいいて嫌だなって思うことはいっぱいあるけど、こんなに人いるのにみんな同じこと言ってて、すごい空気だって思ったら、なんか体験を傭兵がこんな風に、まあ、昨日の渋谷とかすごい盛り上がったみたいだし、それをみんなが体験する機会があって、それをみんながドンミスイッチしなければ、うまくいっていくんじゃないかなって思います。ちょっと喋りすぎてごめんなさい、喋りたいこといっぱいあるけどもううまく喋れないで歌います。 Hey yo, don't miss it.